Hello everyone, this is Clint's channel. Before I begin, I do have some kind of mark here. Don't know if you can see it. Sometimes you might be able to see it. Disclaimer, it is not dirt. It is not a hickey. I just burned myself with a curling wand. That is the lamest scar I have on my neck. 本日は久しぶりに職場で使うイディオムをご紹介します。こちらはすべて私が職場で2回以上は聞いているイディオムです。もちろん職場以外でも使われますが、基本的に仕事内容関連の例文だったり、シチュエーションも考えてきたので寸劇みたいになってしまうんですけど、私がやると少しでもご参考になれば幸いです。Number one, back to the drawing board. これは計画とかアイディアがうまくいかなかった時に使う表現です。最初の段階からやり直す、振り出しに戻る。 Drawing board というのは製図版を意味するんですけど、リアルにその製図版ではなく、アイディアを考える一つ目のもう最初のステップまで戻らないといけない、やり直さなきゃいけないという意味が込められています。 The client rejected our original concept, so it's back to the drawing board. 最初に提案したものはクライアントに拒否られたから、またやり直さないとね。2つ目、非常によく聞く Can of worms。 え？ミミズ？缶の中にニョロ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 うごめいているミミズを想像してみてください。すいません、変なこと想像させてしまってたくさんの予期せぬ問題や複雑な事情です。 Can of worms を使うときは Open a can of worms。 ミミズがもわーって入っている缶を開ける、厄介な問題を引き起こす。 Let's not push the deadline anymore. We've had a discussion about this and it will open a can of worms. これ以上提出期限を延長するのをやめておこう。前回話し合ったし、厄介な問題になってしまう。 Number three, extra mile. マイレージのマイル？そう、直訳の余分なマイルを行く、より一層頑張るを意味します。マイルっていうのはアメリカの距離の単位で、全力を尽くす、言われたこと以上の努力をするっていう意味で、いい意味です。使うときは Go the extra mile。 例えば She is always willing to go the extra mile to help her team members。 彼女はチームメンバーを助けるためならいつも頑張る人だ。日本語だと変なんだけど Number 4、Back to square one。 こちらは振り出しへ戻るっていう意味です。 Square one、 人生ゲームの1って書かれているマスを思い出してみてくださいそうやって私は覚えてました。こっちの方がもっと万能ですね。例えば卒論を一生懸命書いて書き終わったと思ったらセーブされてなくて、もう一回一から書き直し、 Back to square one って言います。何でも振り出しから戻った時には Back to square one 使います。 Back to drawing board はアイディアから考え直す、 Back to square one はやっていたタスク、調べ物でも書き物でも何でも一からやり直すっていう意味です。 If we overspend our budget for research, we'll be back to square one。 リサーチの予算を使い切ってしまったらまた振り出しへ戻ることになる。次は On the same page。 On the same page は想像通り同じページを見ている、共通の認識がある、理解が一致しているっていう意味です。これはもうよく聞きます。学校の時から聞くね。 Let's all communicate when we get a response from the client so we are on the same page。 クライアントから返事が来たらみんな話し合って理解が一致するようにしよう。これって日本語だとあんまり言い慣れてないじゃないですか。実は英語だと Be on the same page に似たようなイディオムとか表現とかいっぱいあるんですね。あんまり日本語でないから、もう共通の理解がある前提なのかなって思いました。人種も同じだし、義務教育も同じじゃないですか。 You assume that everyone's on the same page っていうのは日本の文化なのかなってちょっと考えちゃいました。シミュレーション前の最後の単語、 Burn out。燃え尽きる、疲れ果てる、まあ、日本語と同じ過労やストレスによる心身の疲労で何ももう燃えるものがなくなってしまった時、疲れ果ててる時に使います。 Burn myself out。 自分自身を追い込む、自分で自分の炎を消してしまうっていう表現もあります。 We should have a proper lunch break so that we do not burn out mid-afternoon。 ちゃんとお昼休憩をとって午後になる頃にはもう疲れ果てているっていう状態にならないようにしよう。ここで一回一
休憩です。第1部終了もしかしたらこういう会話があるかもしれない。こういうシチュエーションで先ほどの単語を使うよ、寸劇だと思って聞いてください。 According to the marketing team, we should focus on engagement this month. We came to a conclusion last time to increase the number of posts. But are we on the same page? Wow, you are willing to go the extra mile despite all the projects coming in at the same time. Having more posts will not guarantee an increase in engagement.If this doesn't work out, we'll burn out and it'll be back to square one. Right, we do not want to open a can of worms. Let's go back to the drawing board and think of something that's more doable. 第1部お疲れ様です。次は第2部です。Ahead of the curve. 先手を打って先回りをして。特にビジネスシチュエーションで使用されているイディオムなんですけど、先進的なトレンドや考え方を象徴します。流行のグラフの曲線を想像してみてください。こういう曲線、なんか流行りのその先端、 ahead of the curve、 先取りしているっていうイメージです。 He was so ahead of the curve that he expected the exact same questions and came with the answers prepared. 彼は先手を打って聞かれるであろう質問の答えを先に準備してきていた。次、 raise the bar、 水準レベルを上げる、ハードルを上げるいう意味です。 Hey, don't raise the bar. おいおい、ハードル上げるなよって会話でも使えますね。なんで笑ったんだろう、すいません。 Bar っていうのは横線を意味するんですけど、まあ、リアルに横線をイメージしてみてください。みんなの期待度がこの横線だったら、その期待度を上げないで、バーを上げないでっていう意味になります。 The team must raise the bar if we want to win the customer service award. サービス対象を狙うのなら、チーム全員の水準レベルを上げる必要がある。次は Fine Print。 小さな印刷物、細かい部分っていうことで、契約者に不利な条件などを小さく書かれた注意事項です。 Always read the fine print before signing a contract。 契約書をサインする前に注意事項をしっかり読むべきだ。次は The Bottom Line。 結論っていう意味と肝心な点、両方似てるけど、まあ、その2種類の意味を持ちます。入りたくもない会話に入ってて、相手がああだこうだ話していて、もう結論さっさと言って終わらせたい時にも使えますね。要するにこういうことだよ、 The bottom line is 何々だよって言えます。 It may be a good idea, but the bottom line is that it's not profitable. アイデアはいいけど、肝心な点は利益につながらないことだ。最後、今日長いかも、なんか延期とかしちゃったから。Miss the mark、 的外れ。でも日本語の的外れってめっちゃ外れてるニュアンスじゃないですか。英語ではわずかにずれている、いくらかずれているっていう時でも使えます。ちょっと惜しいねっていう時でも、 I had to redo the presentation because I missed the mark the first time。 最初にプレゼンした時はちょっと的外れだったから、もう一回やり直す必要がある。Miss the mark って失敗しちゃったっていう意味でもあります。第2部のシミュレーション寸劇タイム、用意スタート。 Did you hear the sales pitch from yesterday? That company is known for staying ahead of the curve. Yes, I watched the recording. They definitely raised the bar. We really need to read the fine print who we're competing against before we agree to present. You're right, but the bottom line is that this month we focus on training our new employees on their presentation skillsYeah, we don't want to miss the mark after 3 weeks of practicing. 全部イディオム一気に使うとちょっとくどいっていうか、まあ、日本語もそうだと思うんですけど、いきなり四字熟語うわーって言われたり、慣用句詰め込まれたら、何自慢みたいな感じになってしまうので、まあ実際にこんなにポン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 イディオムが飛ぶ会話はないと思うんですけど、まあ、シチュエーションとしてこの一部聞き取っていただければ幸いです。あと私も英語の教師ではないので、まあ、ここはもうちょっとこういう方が正しいんじゃないっていう部分もあるかもしれませんが、結構ネイティブな会話って 100% 文法的に正解っていうわけではないです。それはご了承ください。皆さんお気に入りのイディオムとかありますか？ぜひ教えてください。最後までご視聴ありがとうございます。ではまた、バイバイ。